また来てね。もう。
Oh. ありがとうございます。さて、なめるやこらこいよ。やんのか、俺の番だな。かかってきなさい。とっておきだ。こうなりゃやけだ。おい、来た。痛い目に遭われちゃうぜ。おっしゃ、このおっさん、つえ。これに懲りたらバイトでもして金稼ぐんだな。大丈夫か、楓ちゃん。春日さん、はい、大丈夫です。また助けてもらっちゃいましたね、あの頃と同じ。やっぱり春日さんは私のヒーローです。あの頃か。なんだか暗くなってきましたね。そろそろデートも終わりかな。ねえ春日さん、ん、最後に行きたいところがあるんです。
もう少しだけ付き合ってもらっていいですか？あ、ああ、綺麗ですね。私、こうやって夜景を見ることに憧れていたんです。確かに綺麗なもんだな。ずっと近くにいたのに気づかなかった。しかし偶然ってのもあるもんだよな。時間が経ってもこうやってまた会えたんだからよ。そうですね。でも私、病室からは春日さんのことよく見てたんですよ。え、そうなの？いつも外から春日さんの声が聞こえてきて、最初はうるさいなーなんて思ってたんですけどね。釣り線返せーとか、まだ蜜が食べてるだろうがーとか、毎日いろんな声を聞いてました。昔からしまらねえな、俺は。でも窓から外を走り回ってる春日さんを見ていたら、だんだん私も楽しくなってきちゃって。ベッドの上で変わり映えのしない闘病生活だったのが、いつしか私の目は春日さんに釘付けになっていました。春日さんが半袖になったら夏が来たんだな、マフラーを巻いたら冬なんだなって思ったり。そうか、もっとかっこいいとこでも見せられてたらよかったんだがな。ううん、そのままで十分です。だって私はそんな春日さんのことがずっと好きだったんですから。え？いや、だがそんな急に言われても。マジか。慌てすぎですよ。ねえ春日さん、私の分もこれからずっとずっと長生きしてくださいね。え、ちょっとあんた。ん？夜に何一人で騒いでいるんだ。ああすんません、でも別に一人ってわけじゃ。あれ、酔っているのか？それなら一緒に交番まで。いや、悪いな、おまわりさん。大丈夫だ。そうか。とにかく早めに家に帰るんだよ。ああ。またいつか会えるよな。